全国高校選手権、今大会の最優秀ゴールが圧倒的。1月8日、第102回全国高校サッカー選手権の決勝が国立競技場で行われ、2年ぶりの優勝を狙う青森山田青森と初優勝を目指す近江が対戦。3対1で勝利した青森山田が頂点を極めた。今大会多くのスーパーゴールが生まれたが、最も鮮やかに崩したゴールが、2回戦で帝京長岡高校が、市立船橋高校相手に生んだゴールだろう。そのワンダフルゴールの様子がこちらだ。これには SNS 上でも、クオリティが高すぎる、これ本当に高校生かよ、優勝候補の市船相手にこれをやっちゃうあたりかっこいい、神村学園もやばかったがこれがベストだろう、完全に指揮の崩し方と一緒なんよ、など興奮の声が多く寄せられていた。このゴールは美しすぎるな、海外でも話題になってたぞ。高校生のレベルも間違いなく上がってないか？今大会は見応えあったな。若い世代からどんどん卵が出てきてほしいな、早くから活躍して海を渡ろう。ここまで戦術浸透させて、しっかり崩しきってるのさすがすぎ。マジでしてみたいやな、ベップに見せたいわ。アメリカのメディアが日本の高校サッカーの技術の高さにびっくりしてた。昔はパワープレイ命みたいなとこあったが、今は強度に加えてテクニックもついてるね。ここから J や海外に行く選手が出るって考えると楽しみだ。高校世代は本当に強くなってる。フィジカルの青森山田、優勝しすぎ。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。